皆さんこんにちは、あきしと申します。さあ、新しいアニレボ、新アニレボ実況までですね、残り4日でございます。今ね、5日間連続で、はい、アニレボ再放送をね、やっていますということでですね、この再放送期間が終わったら、新アニレボ実況が始まっていきますんでね。さあ、今日はですね、こちら、アトミックプレシオサウルスを紹介したいと思います。さあ、今日も大胆なビリーを大胆に配置していく。よし、今日もよろしく頼むぞ、ビリー。アキシさん、もう嫌ですよ。今までビリーは何回このアトミックプレシオサウルスさんに吹き飛ばされてきたことか。まあまあ、そう言わずに、まだ見たことない人もいるからさ、ビリー。というわけで、さあ、アトミックプレシオサウルスの威力をご覧あれということでですね、はい、ビリーがすごい吹っ飛んでいく。いやー、サイボーグプレシオサウルスが進化して、アトミックプレシオサウルスへとね、はい、このようにさらにね、変貌を遂げたんですけれども、今日はですね、このアトミックプレシオサウルスになる前のサイボーグプレシオサウルス。いや、今までですね、このアキシのゲーム部屋をね、ずーっと見てきてくださった方はね、あ、なんか懐かしいなって思ってくださる動画だと思いますんで、ぜひそちらをですね、再放送見ていただきたい。最近はですね、さらに進化して、ネオアトミックプレシオサウルスへとね、さらに進化しちゃったんですけれども、はい、このユニットもですね、アキシのゲーム部屋を語る上ではね、重要なキャラクターですんで、はい、ぜひ皆さんにね、このね、ルーツを知っていただきたいということでですね、さあ、サイボーグプレシオサウルスの、はい、動画の再放送、行ってみよう！アキシのゲーム部屋。皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ、今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターを元気にやっていこうと思います。さあ、こちら今映っているのがですね、以前作成したモササウルスですね。この爬虫類のね、プルスサウルスの頭を使って、はい、こんな感じで作ってますね。背中にはですね、アップデートで追加された火炎放射器、超大型のものがついている。このね、兵器の刃、このね、形状が結構ね、ヒレっぽいんで、はい、こんな感じでですね、海洋生物を作るときにものすごい役に立てます。で、尻尾もね、2つ繋げてこうやって長くしてね。初めはさ、なんか海の生物なんてどうやって作ろうかなと思ってたんだけど、だって陸じゃん、戦いの場所が。でもね、はい、ここにもついてるけれども、このジェットエンジン、これを使ってですね、敵に向かって移動することができるようになったので、まあまあ泳いではいないけれども、敵に向かって突進していくことができると。いや、ありがたいですね。アップデートのたびにね、どんどんできることがね、増えていっているので、次のアップデートも超期待しております。さあ、今日もですね、大胆なビリーを大胆に配置していく。もう超大胆に、はい、もう行こうぜ。もう大胆に行こう。こいつは大胆に配置しての大胆のビリーだ。はい、大胆なビリー61人、はい、見ていきましょう。モササウルスが戦うところ、こんな感じです。大量の火炎放射器をね敵に向かって突進しながら浴びせていくというですね、目もバチバチと輝いておりますね。たとえですね、空を飛ぶ敵がですね、敵にいたとしても、はい、こんな感じでですね、まあ向こうから来ちゃってるけどねまあ戦えるんですわ。接近戦が得意なんですけれども、はい、空中の敵でもですね、ある程度戦うことができると。さあ、本格的にですね、海洋生物作ったのが、このモササウルスと、あとはね、タコですね、メタルオクトパス。あとはね、シュモクザメのハンマージェットシャーク。今のところ海洋生物群、この3体ですね。今日はですね、4体目を作りたいですね。もう数をどんどん増やしていきたい。はい、この通りですね、サイボーグ恐竜群はね、もう兵士がいっぱいいるんですよ。パキオファロサウルスにパラサウロロス、プテラノドンにアンキロサウルス、スピノサウルス、ティラノサウルス、トリケラトプスということでね、僕が作ってきた中で一番の戦力を誇るのが、このサイボーグダイナソー群ですね。対して海洋生物群、海から上がってきたのはまだこの3体しかいないんで、いやー、この戦力さ、どうあがいてもね、ちょっと勝つには難しいですよね。はい、戦ってもですね、あっという間にやられてしまうというね。いや、恐竜軍はね、一体一体も強いからな、また。はい、というわけでですね、サムネイルにもある通り、今日はね、モササウルスと共に、ものすごいでっかい捕食者としてね、太古の海の生態系ピラミッドのもうマジで上の方にいたやつ、作っていきたいと思います。それがこいつですよね。はい、プレシオサウルス。いや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 、ブラキオやんってね足生えてますやんってね。ブラキオサウルスの足をね、ヒレに変えることができたら、もうめちゃめちゃね、美しく作ることができるんだけど、残念ながら足を取ることはできない、足を足すこともできないということでね、胴体だけあったらよかったんだけどな。まあでも幸いにもですね、ブラキオサウルスの頭のパーツ、
そして尻尾のパーツはですねあるので、このね胴体の部分だけ自分オリジナルで作れば結構ねプレシオサウルスっぽくなると思うんだよね。でもさ、ブラキオサウルスって草食恐竜でしょ。プレシオサウルスはねイカとかね魚をねよく食べていたって考えられてるので、結構ね鋭い歯があったみたいなんですよね。そこをどうするかっていうのもねちょっと考えなきゃいけないですね。はい、というわけでね胴体の方まず作ってみました。前回作ったモササウルス、そしてねハンマーヘッドシャークのようにティラノサウルスのボディをベースとしております。その上にねこういう四角いブロックを置いて、ちょっとこう首に向かってですね胴体が上がっていくような感じにしてますね。はい、ちゃんとねプレシオサウルスみたいにね大きなヒレもねつけたんで、現時点でもね結構いい感じのシルエットしてるんじゃないかなと思うんですよ。さあここにですよ、ブラキオサウルスの尻尾をちょっとつけてみましょう。ということでね、ああいいじゃないいいじゃない、来てる来てる来てる。さあそして長い首ですね、頭をつけたいということでね、はい、あーしょぼーんってしちゃってるね。いやちょっとしょぼんは嫌なんで上につけてみましょう。あーまあこっちの方がいいけど、でもプレシオサウルスってねもうちょっとこう前方斜め上に伸びてるイメージあるんだよな。でもね残念ながら斜めにはつけられないんだよね。こういう時は一番お手軽な方法でいくと、僕の場合ははいこのようにですね大きな目玉をまずつけます。謎の生物爆弾。はい、この目玉をですねボールジョイント代わりにしたら、はいこんな感じでね配置できる範囲がね広がるので、まあ自分の好みの角度でねつけることができるんですわ。あいいいいいい感じだけど、まだちょっとしょぼんとしちゃってるよね、うつむいてるよね、なんか嫌なことあったのって。100円を落としました、見つけたらお礼に100円をあげますのでどうか教えてください。なんか頭悪いこと言ってるぞこいつ。まあ、しかもねブラキオサウルスね歯がないんだよね。ということでドラゴン作った時みたいに、またブラキオサウルスの頭にですね目玉をつけますと。はい、そしてそしてそして、もうどうせならね歯が生えてる頭をつけようということでね、まあ人間もね歯が生えてるけどこれはさすがにないな。なんだこの生物は。スピノサウルスとかどうかな、口がアグレッシブすぎるなこれ。かといって T-Rex はね今までめっちゃ使ってきたんで、ちょっとなぁ、まあ似合うけどね。いや待てよ、プレシオサウルスってね結構ね尖ってるんですよ頭が。というわけで一番正解なのは、はいこれじゃないかな、プルスサウルスの頭。はい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 、これが一番いいかもね。まあちょっとしょぼんとしちゃってるけど、でもね地面に近くなってね相手を噛みやすいんじゃないかなと思うんで、これでいきましょうか。モササウルスに引き続き、まさかもう一度プルスサウルスの頭を使うことになるとはな。おー、もうシルエットはねどっからどう見てもプレシオサウルスですね。いい感じだ。それではですねこれをベースに武装とかねディテールアップを施して完成させましょう。はい、というわけで完成しちゃったぜ、プレシオサウルス。いや、 やっぱね頭がモササウルスだったんで結構ね口が大きかったんですよね。これはさすがにねプレシオにしては大きすぎるということでね、はいちょっとねブロックを使ってですねこういう感じで隠しました。そしてね目の位置も本当はここにあるんだけれども、ちょっとね前に移動させたことによって顔がプレシオっぽくなってますね。さあ、あとはねこの豊富な武装、いやちょっと豊富すぎるかもしれないけれども、6連ミサイルポット、そして金色に輝く10門の機銃、そして超大型ロケットランチャー、あとはねこのプレシオサウルス最強の武装ハイドロブラスターですね。いや勝手に名前つけたけどね。はい、プラズマキャノンを大きくしたものですね。いやなかなかうまくできたんじゃないでしょうか。早速戦わせてみましょう。まあテストといえばね大胆なビリーでね、はい大胆なビリーを大胆に配置していく。はい、大胆に配置すること100人。さあ見ていきましょう。一瞬で吹き飛ばしたぞ。すげえ、もう軍艦だよもうこいつ。はい、機動力はですねそこまでね、はいジェットつけてないんでね、まあ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 それなりのね速度ですね。やっぱねモササウルスとねハンマーヘッドシャークがこんな感じでねバーって突っ込んでっちゃうんで、はいどちらかというとね後方支援型ですね。さあ特攻はあいつらに任せる。ほらね場外落ちてっちゃうほどねもうすぐね敵に向かっていっちゃうから。いやこのねプレシオサウルス作ってくださいというリクエストがあったんですよね。さあプレシオサウルス海から上がってきたんだけれどもね、はい陸軍でもね全然勝てると思うんですよ。さあ集中砲火を浴びているが吹っ飛ばした。さあ HP ゲージは
半分ぐらい減ったね。戦車3機ならもう余裕でこのキャノンで吹っ飛ばせると。はい、このね、攻撃力がめちゃめちゃあるロケットランチャーをですね、装備したロケットエリーマーク2をですね、こんなジャーンという感じでね、超並べてみました。いや、こいつら超攻撃力あるからね、こいつらにやられる前に果たして、プレシオの火力で全部吹き飛ばすことができるのか、見ていきましょうということで、早打ち早打ち、機関銃が10門ついてるからな。さあ、打ち込んでいく。お、どっちが勝つどっちが勝つ、おはははすげえ全部吹き飛ばしたぞ。うわー、このね、ロケランとプラズマキャノンで相手を吹き飛ばしつつ、この10門のね、機関銃でね、もう容赦なくね、蜂の巣にするっていうね。いや、強っ。これならね、スウォームバグがですね、イナゴの大群張りに襲ってきたとしても全部撃ち落とせるんじゃねということで見ていきましょう。いや、すげえ数出てくると思うよ。やばいやばいやばい、何体いるんだこれ何体いんのこれ。さあさあ、全然たかられることなく範囲攻撃ロケットランチャーで一気にもう落としていくわ。すごいすごいすごいわ、 HP 全然減ってない。いや、やば、このね、同時攻撃できるね、範囲がやばい。いや、すごっ。これにさらにもうめっちゃちっちゃくてね、飛びかかってくるディノニクスをね、めっちゃ配置して、いや、これでも勝てんのかな、見ていきましょう。さあ、うかうかしてたら囲まれるぞプレシオサウルス。いやー、数の暴力、数の暴力に全然勝っているやべえやべえやべえ。いやー、範囲攻撃とね、このレーザーのノックバック、そして機関銃の手数ということでね、もう圧倒的兵力を前に1体でね、全てを全滅させるというこの恐ろしいユニット。いや、やばー。いや、こうなってくるとね、気になるのは対空性能ですよね。というわけでドローンをですね、何体にしようかな。もう10体とかいける？さあ、見ていきましょう。いけ、ドローン。うわははは、すぐ吹っ飛ばされた。うわ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 、すげえすげえすげえ。ドローンもね、1回は吹き飛ばされたけど、はい、負けじとね、また襲ってくるね。いやー、でも全然余裕で勝った。なんか強すぎねこいつ。おい、あそこにいるのってもしや。おお、ハンマーヘッドシャークではないか。久しぶりじゃの。お久しぶりです、プレシオ隊長。相変わらず、無茶をやっとるようじゃの。あなたは本部を守っているはずじゃ。地上に行った奴らが、不甲斐ないから、ちょっと見てきてくれという上からのお達しじゃ。それじゃ、俺らと行動を共にするっていうことですか。そういうことになるかの。どれ、久しぶりに実力を見てやろう。さあ、来い、ハンマーヘッドシャーク。相変わらず弱いの。いや、隊長に勝ってるわけねえですって。ポケモンで言うもラプラスばりに強いんですから。ラプラスは言い過ぎじゃの。みんなもポケモンゲットじゃぞ。いや、やべえことになった。他の兵士の強さも見ておこう。おい、ちょっと待ってくれよ、プレシオの隊長じゃねえか。おお、元気にやっとるかの。どれ、強さを見てやろう。火炎放射器は熱いの。タコよ、少しは強くなったか。プレシオの先輩がなぜここに。怖いね。タコも炎を吐くようになってるね。いや、プレシオサウルス、本部を守る隊長なんだね。やっぱ強いだけあるわ。今んとこ海洋生物群でやっぱ一番強いですね。こんだけ強いんだったらさ、もう神にも勝てんじゃね。ゴッドチャレンジやっていきましょう。ついに海の生物を地上を求めてやってきたか。世は激動の時代を迎えておるの。さあ、ゴッドチャレンジ開始。おお神様が落とされるか、落とされるか。さあ、無限に近い HP を持っているこの神様でさえ、うわー、腕がなんか伸びてる。落とされたー。強っ、プレシオ。やっぱ勝ったか。お主、なかなかやりおるの。神の力を見せてやろう。いや、もしかしたらゴッドナイトには勝てないとは思うけど、いや、これもう一生近づけないよね。もう事実上これは引き分けだよね。引き分けなのかな、これ。落ちてくかな、やっぱ。あ、落ちてくわ。え、やっぱそうなるよな。まあ、ちょっと受けるけど、あーダメか、やっぱ。なかなか強いの。ご褒美にプリンをやろう。いやー、サイボーグ恐竜軍の中でもね、1、2を争うほど強いこのライトニングアンキロ、プレシオならもしや撃破できるか。さあ、見ていきましょう。あー、そっか、ライトニングガンが発動する前に吹っ飛ばしちゃうんだよな。いやー、強えなー。このね、ノックバックしながらね、機銃で撃つのマジ強い。
いやこれ冒頭ではさ、サイボーグダイナソーズにさ全然負けちゃったけど、もしかしたらもう勝ってんじゃね。わしが来たからにはもう大丈夫だぞ。太陽生物軍発進、倒していくぞ。さあ始まったバトルがモッササウルスとハンマージェットシャークが突っ込んでいく。いつも通り、さあプレシオはちょっと離れたところから援護射撃。モッササウルスとハンマージェットシャークは吹き飛んだ。さあプレシオサウルスがどんどんと撃破していく。やっべえ、鬼強っ。いやーもうオクトパスただ飛んでるだけやん、もはや。ああとプテラノドンだけだ。いやプテラ追いかけてプレシオが落ちちゃったらもうこれダメだな。でもめっちゃ撃たれてるよ遠距離から。うわーこれはプテラ痛いね。なんとかかわしたいが、あーなんとかかわしながらも、おーっと、おおプレシオ落ちた。これはどうなるかわからない。さあタコ VS プテラノドンということで空中戦が始まったぞ。さあタコの役割を果たすことができるか。うおー地上の爆撃完膚なきに爆撃していく。おお海洋生物軍の勝利。やばー、おい勝っちまったぞ。こっちは4体しかいねえんだぞ。俺を忘れるな、正確には5体だ。うせゴリラ、お前は黙ってろ。全軍撤退、体勢を立て直す。いやプレシオ先輩ちょっと強く作りすぎたかも。はい、現在ですね僕が作ったユニットの中でめちゃめちゃ強いやつら3体を並べてみました。もう最強なのがねこの死神最終形態ですね。そして2番目に強いのが先ほど見たゴッドナイト。そして3体目がですね、はいクソでかいこの最終兵器ですね。震えてんな。いやプレシオ先輩もしかしたらこの最終兵器に勝てる？そしたらこれ順位が変わるぞ。さあこれが最後のバトル見ていきましょう。どっちが勝つのか。さあ HP ゲージを配置する。いやさすがに負けるか。いやープレシオ先輩が吹き飛ばされてるところは初めて見た。やっぱ負けたか。いや強すぎなんだよこいつが。あーすげーすげー、どこまでも追いかけるこのワイヤーガン、やば。はい、というわけでですね、とんでもないモンスターをねちょっと誕生させてしまったかもしれません。いやーこれは他の軍隊も強化していかなきゃいけないな。というわけでね、どんどんですね新しいユニット作っていきましょう。というわけで今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。最後まで動画見てくれてありがとう。それではまたね。